株式会社トモアスイノベーションの代表の東と申します。よろしくお願いします。当社は、皆さんが文化的な生活をするというところで、インフラ関係の仕事をやっております。インフラ関係というのは防災関連だったり、皆さんの生活基盤である交通関係、運輸関係ですね、そこら辺の仕事に携わっています。主にですね、設計が主なんですけど、うちの方は、国が発注して、元請けさんの方が、建設コンサルタントだったり、いわゆる大手ゼネコンさんだったりというところから、仕事をいただいております。そうですね、ここ昨今、今防災関係で言えばすごい災害が起きてるんですけど、そういうものを皆さんの人を守るというところが最終的な目的ではありますけど、日々いろんな小さいパーツから、設計だったり施工管理だったりっていうのをやってます。で、当社できて今11年目、社員として大体90名弱ぐらいの規模まで上がってきました。平均年齢が37ぐらいなんですけど、実際は40代と20代と30代がいない状態、これ世間の一般的な企業かと同じような構成にはなってますけど、そういう関係で、このコロナの影響でも若手は在宅はできるけど主要メンバーはできないとかいうような形にはなってます。そうですね。あと、当社の特徴としては、国が発注者がメインなので、あまり他業界とつながることがないというのがちょっと欠点ではあるのかなと思ってるんですけど、民間の方にもね、いろいろあるので、ちょっといろいろ手を出していきたいなと思っておりますので、何かあれば一言声かけていただければなと思っております。